2代目研究所が入居してた東映アニメーション別館。東映アニメーション研究所は、東映アニメーション株式会社が1995年から2011年まで設置していた人材育成機関である。学校法人ではなく、制作現場が求める人材を業界採用手の制作会社が自ら育成する機関だった。原点は、東映動画内の勉強会、養成所にある。 そもそも日本初のカラー長編アニメーション映画、白ヘビデオを制作するにあたって、日本にはアニメーション制作を学ぶ教育機関はなかったため、広く人材を募集し、制作現場で OJT によって育成を行っていた。1990年代に入り、マルチメディアや CG が広まり始め、ディズニーがフル 3D アニメーションによる劇場用映画、トイストーリーを制作し、 また、環境問題や経済的不合理性からセルの製造中止が発表されたり、アニメ制作技術が抜本的に変わらざるを得ない兆しを見せていた。加えて、1970から80年代のアニメ制作を支えた人材の多くが一斉に定年を迎え始めていた。1970年代中盤以降、アニメの制作工程の多くは海外の下請けに回され、 若手の採用は控えられていたため、制作現場の年齢構成は歪で、技術やノウハウの継承が危ぶまれた。にもかかわらず、当時のアニメ教育機関は、制作技術の変革に備えることもなく、現場で要求する、即戦力には、ほど遠いレベルの教育を行っていた。こうした情勢は、アメリカにおいてディズニーが、カルアーツを通じて組織的、 継続的に高度な人材育成を行っていたのと、あまりに大きな差であった。そんな時、東映アニメーション社長に就任した、戸丸茂は、こうした状況に危機感を覚え、次世代の制作現場の即戦力となる人材を育成するために、1995年4月、東映アニメーション研究所を東京都千代田区神田する画台に設立した、ライトウェブ 3D を使った、 3DCG、リータス、プロを使ったデジタル彩色、アビットを使ったノンリニア編集、液晶タブレットを使ったデジタル作画など、制作現場の変化を先取りした。当時としては、画期的なカリキュラムによる人材育成を行った。以来、東映アニメーションはもとより国内の主要アニメ制作スタジオ、プロダクション、また、コミックス、ゲーム、実写、特撮、 声優、俳優などの分野に対して、1000人余りの卒業生を輩出した。2000年代に入り、日本のコンテンツ産業への注目が高まり、アニメ教育機関が乱立した。東映アニメーション研究所はそうした他のアニメ、教育機関と差別化し、より高度な人材を育成するため、2006年4月、東京都練馬区東大泉の東映アニメーション、 大泉スタジオの一角に移転した。クリエイターを講師として、少人数制で制作実習が行われた。研究生の一部は、技能五輪でメダルを受賞した。作品は、東京国際アニメフェアや、練馬アニメーションフェスティバルなどで賞を受けた。こうした、教育内容は、オープンスクールとして、年に一度、近年は日本を代表するアニメーション、人材育成機関として、 国際的な注目も高まり、アメリカ、フランス、中国、韓国、フィリピン、タイなど、海外の教育機関が視察に訪れるまでになっていた。2009年6月29日に、2010年度の生徒募集を行わないことが、公式ホームページで発表された。2011年3月をもって閉所一括で募集し、一年後期から先行ごとに分かれた。入所に際しては、 試験が課せられた。この一覧は未完成です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。東映アニメーション研究所の弊所についてありがとうございます。